ございます。3月31日木曜日の朝です。寝違えたんですけれども、ハーモニー体操でなんとかなりませんかっていうメッセージをいただきました。寝違え辛いですよね。でまず第一に思うのは、ハーモニー体操でなんとかしてやろうという気持ちをまず横に置いておいていただくことが大事だと思います。ゆっくり痛みのない動きを探すというのは何でもそうなんですけれども、そういうふうにして動ける場所を見つけていくということを地道にやっていくと、徐々に徐々にその痛みが薄れて動ける範囲が増えてくると思います。今日の動きもそうやって地道に探す旅を楽しんでください。では仰向けになってください。床の上の体を観察してください。例えば寝違えとか、そういうふうにどっか痛いところがあるときには、この床の上の体が多分左右対称に感じられないと思うんですよね。でもそれをなんとかしようと思わずに、ああ今こんな体はこういう感じなんだなということを観察して、ただ観察してください。呼吸をしている時にも痛みや違和感を感じるかもしれません。そしたらその呼吸の大きさを変えてみたり、呼吸で膨らませる場所を変えてみたりしてください。楽な呼吸はないかなというふうに探ってみてください。頭を左右に傾けてください。これも痛みのない範囲でゆっくり優しく体をチェックするような気持ちでやってください。では動きをやめて、左側を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。右手はそっと体の上に乗せてください。ゆっくり優しく右の肩を後ろに引いたり戻したり、そーっとそーっとこの動きをしてください。滑らかに動ける範囲で動いてください。何回か繰り返していると体の他の部分がこの動きで勝手に動いていることに気がつくと思います。ではこの右手の手のひらをおでこに乗せてください。肘や肩は楽にしておいて、ゆっくりこの右手でおでこを天井に向けて転がしたり戻したり、すごくこれはオーソドックスな動きです。ハーモニー体操ではよく登場する動きなんですが、ああいつもの動きねっていうふうに動くというよりも、
すごくフレッシュな気持ちで、頭を転がした時に体には何が起きてるかなということを観察しながら動いてください。痛みがある方は痛みが出る手前で戻ったり、痛みが出ない角度を探したり、決して痛気持ちいいわとそこをぐいぐい動かしたりしないでください。痛気持ちいいは痛いの中に入れてください。楽に楽に、優しく優しく動いてください。大きく動く必要はありません。呼吸が乱れず、心地よく動ける範囲で動いてください。最も顔が天井に向いたところで動きをストップしてください。右の足の裏を床につけて、右膝を天井に向けて立ててください。この体勢で頭を左右に動かしてください。楽な範囲で滑らかに、優しく優しく痛みがある方はもう動ける範囲がないなと思ったら、楽な体勢に体を置いて想像の中でこの動きをやってください。ご自分が動いている動きを想像してください。それでも体は変わります。この動きゆっくり10回くらい動いたら、頭を戻して膝も戻します。そして右手を体の上にそっと乗せてください。そして右の肩を後ろに引いたり戻したりしてください。最初に比べてこの動き変化があったでしょうか。では仰向けになってください。右側と左側を比べてください。床についている面積の大きさ、呼吸をするときの胸の動き、左右を比べてください。では、右側を下にして、同じような体勢をとってください。そして、左の肩を後ろに引いたり、戻したり。右の肩と比べて動きはどうですか？では左手の手のひらをおでこに乗せてください。
手の甲を乗せてください。手の甲をおでこに当てて、ゆっくり天井を向けて顔を転がしたり戻したり、痛みや違和感のない範囲で心地よく心地よく転がしてください。最も転がったところで動きをストップして、左の足の裏を床につけて、膝を天井に向けて立ててください。で、この体勢で頭を左右に転がしてください。楽な範囲で滑らかにそっとそっと転がしてください。この肘が痛いなっていう時は、肘を脇の下を閉じるようにしてやってみてはどうでしょうか。この動きを10回くらい、優しく優しく、そっとそっとやってください。呼吸は乱れていませんか。大きく動けることがいいことというふうに思わないでください。滑らかにスムーズ動ける範囲で動いてください。ではゆっくり顔を右側に向けて、膝も右膝の上に左膝を乗せて、左手は体の上に置きます。ゆっくり優しく左の肩を後ろに引いたり戻したり、最初に比べて動きが滑らかになったでしょうか。痛くなく動ける範囲は少し変わりましたか。では動きをやめて仰向けになってください。床の上の体をチェックしてください。床についているところ、浮いているところ、最初に比べて床と体の接地面には変化がありましたか。呼吸をしている時の胸の動き、何か変化があったでしょうか。頭を左右に傾けてください。ではゆっくり動きをやめて起き上がってください。起き上がる時も体に痛みがあるという時は、とにかくその痛みのない動きで動きを探りながら起き上がってくださいね。
そうですね、最初に言えばよかったですけれども、どちらを先にやるかは楽な方、痛みの出ない方から先に動いていただくといいと思います。今日は気温が上がりそうですね。桜も見ごろです。良い一日になりますように。いってらっしゃい。